はい、どうもこんにちは、ひかるです。今回ですけども、とある少年から DM が来たんですよね。でその子からの DM は毎日289日間ぐらい、なんならリアルタイムで言って今もずっと届いてて、もう300日超えたかな、来てるんですよ。でその内容っていうのが、普段の僕の動画を見た時の感想文みたいな、それがずっと本当に毎日送られてきてるんですよ、欠かすことなく。すごいですね。で俺アイコンも名前も完全に認知してて、だからって言って別に DM を返したことなかったんですよ。ずっと感想こいつ書いてんなっていう、やけにしつこいなとは思ってたんです、ずっとね。そんなん書いたところで俺は返事するわけでもないのに、誰に見られるわけでもないのに DM に送り続けてるんですよ。ツイートするわけでもなく、ずっとですよ。結構それが長いんですよ、その文章自体が。もう一回一回のこんな感じですよ。これ285日目のやつね。確かめっちゃ長文やん、これ。そうで、ポケカについてのやつと普通の動画について、すごいですよ。これを毎日続けるって考えたらずっとやね。それだけでもかなり珍しい人ではあるやんか。珍しいね。だから俺も覚えてたんですよ。でも別にだからといって返そうみたいになれなかったんですよね。でも289日目に感想文も届いたんですけど、その後に1通届いたんですよ、 DM が。めっちゃ長い長文が来たんですよ。でそれ深夜の2時とかぐらいに俺見て、その内容っていうのが、 DM 失礼します、まず端的に申し上げますと、ヒカルさんに会いたいですっていう。まあこれでも結構な人が言われるんですよ。まあまあ確かに。でもだからって会うわけないじゃないですか、まあ、だからこいつも結局いつもと同じようなやつかと思ったんですけど、まあ、文章が長かったらとりあえず一旦全部読んでみようって言って、まあ目を通したんですよね。でその続きが、そして YouTube を撮りたいですと。僕はヒカルゲームズから動画を見ていて、実写になってからは全ての動画を見ているファンですと。ここまではまあなんか過去にも何人かいるんですよ、こういう感じの人は。だからって会うわけないっていう。でこの後なんですよ。会いに行きたいのであればイベントなどに行けばいいのですが、自分は行けません。理由としましては、僕は車椅子で体も弱く筋力もほとんどありません。イベントにも行きたいですが、家族に連れて行ってもらう必要があり、家族の都合を考えるとなかなか難しいですと。まあ、そっからこういろいろね、この病気のことについてが書かれてて、ヒカルさんが動画にできるような内容であれば何でもお話しします。もちろん可能なら障害者に関するお話をしたいですと。できる限りこの病気を広めたいとか伝えたいっていう多分思いが多分あるんですよね。自分には大きなハンデがありますが、それでもヒカルさんのような影響力をつけたり世の中に貢献できる人になろうと頑張っています。そのためには何か行動しないときっかけもできないので連絡させていただきました。それを達成するためには他の方でもいいのですが、僕はヒカルさんを心の底から尊敬しているし、今の自分の考え方行動はヒカルさんの姿を見て変わったので、個人的な考えではありますが、ヒカルさんの動画でないと意味がないと思っています。その気持ちを表すために動画を出したらここに感想を書いてきました。見て興味を持ってくださると嬉しいですと。できてたんですよ。これが時間で言ったら深夜の2時45分ですね。で俺ほんとたまたまこれを見つけて、もうほんとにこう読んで、俺直後にもう DM 返してるんですよ。ちょ、これ貼っときますね。その文章が、住所くれ会いに行くわっていうのを返してるんですよ、2時52分に。7分後ですよ、この長文が来た。でそっから、まあ、軽くやり取りして、マネージャーのりなちゃんをつないで、まあいろいろ親御さんの確認とかも取ってもらって話をしたんですよ。まあ、その結果 YouTube 撮影をぜひしてほしいということだったんですよね。なんかこうこの病気についてももっともっといろんな人に知ってもらいたいとか、ハンデを持ってる人の考え方だったりとかをどん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 広めてほしいっていう思いが強かったんで、まあそれだったらということで YouTube を回して会いに行こうかなっていうふうになりました。で後々聞いたら、毎日僕に怒ってた理由っていうのが、どうしても会いたかったらしいんですよ、僕に。何か自分にやれることないかっていうので思いついたのがそれだったらしいんですよ。それを俺から何の反応もないのに続けれます、300日。それもすごいな、やばいでしょ、マジ で8年前からのファンらしいですね。8年前って俺が YouTube 始めたのトータルで10年やね。すごない？もうほぼほぼ最古山みたいなレベル、名人が入ってきてちょっとしたぐらいから見とんじゃない、もうそれぐらいの最古山で、今20歳らしいです。12歳の頃から追い続けとる、やばくない？だから小学6年生か中学1年生から追ってきてるわけです、俺のこと。でこのマナト君って言うんですよ。でこれも本名も出してくださいというふうな話だったんですけど、この子が病気が確定したのは1歳頃かららしいんですよね。でどんな病気かっていうと、脊髄性進行性筋萎縮症という筋力が少なくなっていく難病らしいんですよ。これは治療方法がおそらくないらしいんですよね。だからほとんどもう生まれながらに歩くっていうこともできなかったらしいです。だから基本的に全ての生活、トイレ行ったりとかご飯食べるとかも誰かの補助がないと基本的には難しいと。ゲームしたりとか話したりとか何かを考えたりとかっていうのは普通の人と同じぐらいできるらしいんですよ。ただ筋肉がないのでできないことが多いという感じみたいですね。まあ、僕がこの子やばいなと思ったのは、普通って多分こういう病気のこと最初言うと思うんですよ。普通言いません？まあ絶対言うやな、普通は。ただ感想289日間送ってきて、そこのタイミングで言うことかって俺思ったんですよ。だからまあ多分俺もそれに衝撃を受けて、だって俺は289日間全部は見てないですよ、正直。でもやっぱずっと上がってくるんで、この子からの DM が。だからやっぱ
毎日見てたわけですよ、ある程度、うんうん、また今日も来てんなっていう、その子からのいきなりのカミングアウトだったんでビビりましたよね。だから多分何も考えずにとりあえず一旦返信しちゃったんでしょうね。で今回僕は特別にファンの人に会いに行くっていう形取るんですけど、もう本来はこういうのってやってないんですよ、誰でも彼でも会えるわけじゃないんで。ただ今回はちょっと多めに見てほしいなと、僕個人が会いに行きたいって思ったプラス何かこの子から得れるものがあると思ったんです。俺自身がこの子は俺と会って何かを得るのかもしれないし、なんかこう勇気をもらったり希望をもらうのかもしれないんですけど、俺も多分この子に会ってね何かをもらうんですよね。いや俺すごいと思うんですよ、正直。生まれながらにこうハンデを持ってる、どういう考え方で生きてるのか、幸せなのか、そういうのを全部ちゃんと普通に聞きたい。下に見るとかそういうの一切なく純粋に気になりますね。多分幸福度って自分の普通っていう感覚が世間の普通とは違うから、人それぞれに物差しが多分あるんですよね。だからこのハンデを背負いながらもめちゃくちゃ幸せに生きている可能性があるなと思ってるんですよ僕は。なんか文章を読む感じ全然卑屈な感じがしないんですよねこの子って。だからそういうのを僕は学べたら嬉しいなっていう、だいぶ年下ですけど真人くんからまた一段階成長させてもらおうかなっていうふうに思ってますね。だから会いに行きます。あと交換の周りでしょコツコツ上げていかなあかんやろこういうので、だいぶ嫌われとるからな。はい、そんな感じでね4時間ぐらいかかるんですけどね、真人くんの自宅帰りたいと思います。はい、到着しました。いますか。もうだいぶ緊張してるみたいなんですよね。そりゃ緊張するわな、普通に考えたら。お母さんとお姉ちゃんがいるみたいで。いきますか。はーい、 YouTuber のひかりです。お願いしま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 す。はい、よろしくお願いします。マナトどこにいるんですか。マナトこっちです。あ、どうぞ。じゃあお願いします。はじめまして。はじめまして。お願いします。はじめまして。マナトくんはですね、僕にもう DM をもうほぼ300日ぐらい送り続けてくれて、もうヒカルゲームズの頃から見てるってことなんで、すごない？すごい。緊張する？ちょっと緊張してやります。まあそれは緊張するよな、普通に考えたらな。ゲームとかできるんですよね。はい。何のゲームするの？荒野行動っていうゲームとミニグイレブンを今やってます。荒野行動するんや。はい。めっちゃむずいよな。はい、難しい。すげえな。どうやって文字とか打つの？文字は普通に手で。いけるんや、手で。はい、入力できます。だってあの文字数打つってすごい大変ですよね。めっちゃ大変ですね。で、1歳からこの病気になったっていう。そうですね、まあ発症した発症したっていうか判明した。確実に分かったのは1歳ぐらいですね。あ、なるほど。はい、どんどんこう衰えていくんですか、これからも。生まれた時は別に普通だけど、もともと持ってる。あ、なるほど。で半年ぐらいから発症し始めるのが今のマナトの病気ですね。なるほどね、はい、うん。じゃあ物心ついた時からもうずっとこの病気と向き合うみたいな。まあそういう状態でしたね。なるほど。いやもう俺はこうさ、難病の人とあんま会ったことがないからどう接したらいいか分からんんだけど、気を使うことが正解なのか気を使わないことが正解なのかちょっと分からんんだけど、自分の運命を簡単に受け入れられたのかっていうのを知りたくて。実際まあ病気になったっていうのを知った時はやっぱりショックを受けました、正直。うん、でもこのままじゃこう自分の人生楽しくないなって思って、うん、それから前を向こうと思って、うん、今はまあポジティブに自分のできることをやろうって考えて、うん、僕自身としてはもちろんそういう病気思ってるんですけど、うん、そういう風になんか気を使われると逆に嫌で、まあ、一人の人間として接してほしいなっていう思いはあります、うん、なるほど。夢はある？あります、うん、夢は、まあ、自分が実際障害を持っててこう生活していく上で不便なことたくさんあって、それがやっぱりこう国の制度だったりとか、そういうものがまあどん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 良くなってきてはいるんですけど、やっぱりまだまだなんか足りないっていうか、そういうとこがあるので、そこをなんか自分がこう前に出てなんかそういうのを変えていきたいなっていう思いがあって、実際この YouTube に出たのもその理由の一つです。で YouTube に出るっていうやっぱちょっと怖さとかみたいなのはなかったの？こうたくさんの人見られるっていう。全くないと言ったら嘘になるんですけど、うん、やっぱりどうですかね、ちょっと分かんないですね。でも、うん、こういう場に出れることって本当になくて、うん、で実際その、まあ、どんな方法でこう自分の
こう知名度というか自分の気持ちをアピールできる場所があるかなって考えるときに、うん、僕は昔からヒカルさんのことが大好きで本当に尊敬してて、だからヒカルさんの動画で自分をアピールしたいって思いました。なるほど。正直なんか最初は DM 来た時になんか感想文みたいなめっちゃあったから、めっちゃ前から気づいとったわけ。もう認知もしとったし、うん、そうなんですか。もうアイコンも名前も分かっとったし、でもなんかまあ別に、まあ、DM いっぱいしてくれたんでいっぱいおるから、そうですね、それぐらいかと思っとって、でこう病気っていうのを知ってそれを最後に知ったから、はい、それでめちゃくちゃびっくりして、はい、でもうなんかその深夜2時ぐらいにすぐに DM 返してしまったっていうのからスタートしたんやけど、はい、今は人生楽しい。はい、めちゃくちゃ楽しい。それはでも嬉しいな、なんか、はい、と言えることが、はい、会いたかった、やっぱマジで会いたかったです。で、うん、あの DM でも書いてたんですけど、うん、あの機会とかそういうのあるじゃないですか、うんうん、まあ正直に言ってしまうと、うん、まあ行こうと思えば行けるんですよ、うん、そういう国の制度とかを利用すれば、うんうん、でも僕はそういうのではなくて、うん、こういう風になんか自分できっかけを作って会いたかったんですよ、うんうんうん、なのでその一つとして DM で、うん、まあ、送り続けるっていう、はい、そういう風にやりました。でもすごいよな、300日さ、俺一回も反応したことないわけやん。なかったですね。でそっからのずっとこう、しかも結構な長い文章、はい、送り続けたわけやん、はい、欠かさずに。すごいよな、リアルに。なんか自分として本当にやれることをただただやるっていう感じで、うん、もう日課みたいな感じで、はい、もう正直50日超えたあたりから、うん、もう当たり前になってきて、うん、実は今も続けてるんですよ。うん、そう、今も私来とったな、はい、本当になんか運よく見ていただけて、うん、こういう風に会えたっていうのは本当に嬉しくて、それも印象深くて余計にこう会いたくなったというか、はい、どんな人なんだろうっていう、どんな思いで生きててか、やっぱ俺はなんていうかな、人って結構、まあ、不平等だなって思っとるわけで、はい、まあなんかガチャのようにソシャゲの生まれた時から容姿が違ったりとか、うん、まあ、健康だったりとか不健康だったりとか身長も体重も顔も違うっていう、でもその中でこうみんな生きていく、はい、で明らかにハンデを背負ってて、今俺が多分マナト君みたいになったらそっからこう自分で希望を持って生きれるのかなっていう思っちゃうぐらい、なんかこうハンデがあるなって思う。でも多分それをもう現実として受け入れてこう前を向いてることが俺はかっこいいと思うし、まあ、正直すごいなと思うよ、リアルに。それでしかもさ、今幸せで楽しんどるっていうのがでかいなっていう。だって恵まれとる人でも全てが五体満足で、なんかこうそれでも幸せじゃないとかっていう人おるぐらいだから、はい、まあ、それと比べたらすごいよな普通に、はい、関係ないんやなっていう、自分次第なんだなっていう、はい、普段はどんな風に生活するの？普段はまあ、うん、今だと朝8時とか7時ぐらいに来て、うんうん、そこから自分在宅の仕事をやってるんですけど、うんうん、それをまあ4時間ぐらいやって、まあ、自分ゲーム好きなんで、うん、ゲーム見たりアニメも好きなんで、うん、何を見たり、でもう本当に毎日の日課でヒカルさんの動画、うん、今日も朝ポケカの動画上げたじゃないですか、うん、それも見て動画の感想を書いて、うん、でまあ夜にご飯食べてお風呂入って寝る、それもまあ家族の介助があって、うん、今の生活ができてるって感じです、うん、でさ、なんか一番もう最新かな、320日目かな、ちょうど昨日かな、そうですね、でその時になんかその俺が動画の中でなんか時間が大切みたいなこと話しとって、なんかタイムっていう時間を見たみたいな、その時の感想がなんかすごい印象的で、もし自分が10年後今と同じようにできるかと言われたら、病気が進行して話すこととかご飯を食べたりできないんじゃないかって考えたりすることがあると、でも考えても仕方ないし後で後悔したくないから今やれることをやりたいみたいな、この病気の進行って分からへんの、自分その医学的には、医学的にはそうですね、個人差があるんで、うん、何とも言えないんですけど、まあ、実際自分がその小学生の、うんうん、と今を比べた時に、うん、やっぱどん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 ゲームとかも、うん、まあ、難しくなってたり、うん、ご飯も昔は本当全くそういう普通と変わらなくて食べれたんですけど、うん、まあ、最近食べる時間がちょっと長かったりとか、うん、そういうのがあって、そういう時にやっぱふと自分がもしも10年経ったらどうなっちゃうんだろうっていうのを考えることもあるんですけど、うんうん、まあ、さっき DM でも読んでもらったと思うんですけど、うん、やっぱり今大事にっていうか今やれることをやるっていう、まあ、そうなってから考えればいいんじゃないかっていう、うん、多分そうなった時に多分自分は多分何かしら考えると思うんですよ、自分がやりたいこととか今できることっていうのは、
それはその時に考えればいいんで、今は自分が今やれることがまだあるんで、それをやりたいっていう気持ちです。これってなんかこう治療方法とかはない？病気自体の。一応治療はあるんですけど、うん、まあ僕の場合は進行は少し遅れてるっていう程度で止まってはないですね。これ止める方法っていうのは今見つかってないですか？見つかってないです。一応その治療自体も本当に何年前かな、何年か前にやっとできた薬で、髄中にこう注射を、脊髄に直接打つっていう薬なんですけど、まあでも生まれたての本当にまだ発症したての子ならそれを食い止めることもできるんだけど、あの子の場合もう結構ハイパー二十歳って年齢まで来ちゃってるから、そこに戻すっていうのは結構難しいことですね。これってどれぐらいこの病気の子っているんですか？昔私が知った頃は200万人に1人っていうようなことがネット上では書いてあったんですけど、今は50人、今はでももっと多いっていう。そうですね、僕は一応この動画を撮りに上がって、自分の病気について改めて知ろうと思って、いろいろ調べたんですけど、その調べた時は、まあ、10万人に1人っていうふうに書いてあるんで、まあでも珍しい病気であるってことは間違いないです。日本でも1000人ぐらいいる、そうですね。ああ、なるほど。医療が発達してればもしかしたら止めれたかもしれない。今も進行しちゃってて、今できても戻せはないってことですね。そうですね、もう戻れないです。まだ生まれた頃にね、その薬ができてたらまた変わってたかもしれないけど、まあ、今はね、それを言っても仕方がないので、まあ、でもその治療自体もやることによって少しでも遅らせることができるんで、やるっていう、その治療もやっぱりこう髄中に打つんで、痛いとすごい、まあ、もちろん麻酔とかもやるんですけど、やっぱり痛くて、で1日入院しなきゃいけないし、そういう部分では確かにちょっと辛い部分あるんですけど、まあ、それで進行が少しでも遅れるならもうやるっていう感じです。なんか言ってもらえて嬉しいです。そういうふうに思えたのも最初からそうだったわけじゃなくて、自分の中でこう長い時間かけて自分の病気と向き合ってきて、それでこうたどり着いた、その中でやっぱ僕はひかるさんが、そう自分がそういう考え方になる上で本当にもいろいろ学んだって言ったらちょっとあれなんですけど、いろいろそういうふうにあって、それからは本当にずっとひかるさんみたいになりたいという思いでやってきました。いや俺が多分真名人君と同じ立場で生まれたら、まあ、きっと今みたいな人格じゃなかったと思うし、まあ、そう考えたらなんか、まあ、自分ももちろんそうだけど、世の中のことなんて大したことないんだなって全部、そう思うな、やっぱり。多分自分もまあ自分の病気に対してこう、まあ、もしも受け入れてなかったら多分今のような状態にはなってなかった思うし、まあでも、まあ、自分の病気を受け入れるっていうのは本当に難しいことで、これからこう人生生きていく上で一生考えなきゃいけないことだと思うんですけど、そこをこう実際にこう受け止めて生きていくっていうのはすごい大事なことだと思うし、実際自分を受け止めたことによって本当に人生めちゃくちゃ楽しいんですよ。ゲームしたり、YouTube 見たり、そういう当たり前のことが本当に楽しくて、やっぱそういうふうに思えたのは良かったなって思います。まあ、だって当たり前が当たり前じゃないってことだもんな。そうですね。要は
ご飯も誰かに食べさせてもらえないと食べれないし、トイレもお願いしなきゃできないし、そういう部分ではやっぱり誰かの助けがないと生きていけないっていうのはある。でもその中で自分は思ったのは、こう人と関わることが多いんですよ。でも自分は人と関わることが好きなんですよ。で、喋ることも大好きで、今一番自分ができることって言ったら、自分の考えとかそういうものを喋ることが一番自分の武器だと思って、それをこう活かして、なんかみんなのイメージっていうんですか、まあ、障害を持ってる方ってなんかかわいそうとか、そういうふうに思う人も多いと思うんですけど、僕の中で障害っていうのは個性だと思ってて、まあ、もちろん人ってできることとかできないことあるし、得意なこと苦手なことあると思うんですけど、それが僕はたまたま体が不自由で筋力が少ないっていうだけなんで、そこはなんかあまり深く考えずに、まあそういう子なんだなぐらいに思ってもらえると僕としては接しやすいなっていう感じです。なんか俺も多分似たようなことを多分動画とかキャストとかで多分言っとって、今はい見てました。コンプレックスとか欠点っていうのは個性になるみたいな。はい、でも俺が言うそれとマナト君が言うそれはもう重みが違いすぎて、でもそれを言えるっていうのがすごいな、ほんまに。正直この YouTube に出るのもすごく怖くて、多分この動画を見た視聴者の皆さんはいろいろなコメントをされると思うんですけど、やっぱりいろんな意見があるわけじゃないですか。それは怖かったです。でもこんな貴重な機会をもらって、こんだけこういろんな人に見てもらえるっていう中で、これを言うっていうのにはすごく意味があることだと思ってて、自分の夢を叶える大きな一歩になると思って、今自分は言ってます。希望になるような、全ての人のこれを見た人の今の現状なんてほとんどがちっぽけなんだなって思うぐらい、そう勇気を与えると思うな。俺は正直そのマナト君のために会いに来たっていうのもまあゼロではないけど、自分のために会いに来たっていうのは正直強くて、どんな価値観で生きてんだろうっていう、その運命からもう逃れられへんわけで、それを受け入れて幸せなのかとか、それが知りたくて、俺は学びに来た。俺で与えるだけじゃなくて、で今実際こう、まあ、10分ぐらいしか会ってないけど、なんか俺にとってこの10分はなんかすごい10分やから、なんかこう人と話すだけでこんな感情になるなんて、まあ多分あんまないし、だこれは俺にとってもすごい貴重な機会かなっていう、でそんなファンを持てたことが、まあ、すごい誇らしいし、なんかこう、まあ、俺は別にそう狙ってやってきたわけじゃないけど、そういう活動、でも知らず知らずのうちにこうそういうファンができてたことが、まあ嬉しいよ、やっぱ俺は。ヒカルさんのファンの中で、すごいなんか成功してる人が多いっていう僕は印象なんですよ。だからその一人になれたらいいなっていうのを思ってて、やっぱり一番その障害者の方のイメージを変える、僕なりの考え方なんですけど、僕が知名度影響力をつけて実績を積めば、それが多分一番早いと思うんですよ。だから僕がこういうふうに発言しても、やっぱりそれでこうイメージが変わったり、何か変化が起きるっていうのは多分ごく一部だと思ってて、自分はそうではなくて本当にもう日本どころか世界に僕は知ってほしくて、そういう人がいるし、
でもそういう人も本当に努力したら、うん、光さんみたいにすごい存在になれるっていうのを証明したいです。うん、なので僕はこういうふうに、まあ、今発言したりしてます。うん、今喋るうまいよな普通に。そうですかね。話をまとめるっていうか、正直今めっちゃ緊張してて、うん、自分でも本当何言ってるか分かんないですけど、うん、自分の中でやっぱこう伝えたい思いっていうのがあって、うん、それだけは伝えようっていう今、うん、話してます。まあさ、緊張するのはいきなりカメラでなこう撮られることもあんまないやろうし、なんか俺としたいことないの。俺はまあゲーム好きって言ってたらゲームしたいなと思ったけど、一緒にゲーム、そうですね、なんか一緒にやりたいですね。ウィニングレブン、ウィニングレブンは何機種？携帯。あ、携帯のウィニングレブンか。はい、自分なかなかコントローラーとか使うのが難しいので、ね、あ、タッチパネルならいけると、はい、そうですね。で、うん、ちょっと紹介したいものがありまして、うん、あの自分その、うん、スマブラやってるんですけど、うん、スマブラでやっぱりコントローラーによるけど僕難しいんですよ、うん、その中で何かできることがないかって考えた時に、うん、視線入力っていうものがあるんですけど、うん、分かりますか？いや、ちょっと分からん、視線入力。簡単に言うと、うん、まあ、パソコンとかの操作を目でできるっていう、うん、目で文字入力したり、うん、マウスを操作したり、うん、そういうものがあるんですけど、うん、自分はそれをゲームに使ってみようと思って、こういろいろネットとかで調べて、うん、実際にそういうのを使ってる人にメールを送ったり、うん、ツイッターのゲームとかやり取りして、うん、実際今使ってるんですよね。それはちょっと動画で自分で編集したんですよ、うん、ちょそれを3分半ぐらいなんですけど、うん、ちょっとこれじゃん、これ元の素材もらっていい？ YouTube 上で流せるし。あ、はい、もちろん。じゃあ今から流します。これを使える？はい、皮膚を使った帯電式入力と視線入力について解説します。まずはこちらをご覧ください。こちらが帯電式入力で写真を撮影した時の映像です。全体像はこんな感じです。今回自分はほっぺを使って写真を撮影しています。ほっぺで触れることによりこの赤い部分に静電気が流れ写真が撮影されるという仕組みです。この部分は自由に動かすことができ、 iPad の画面上であればどこでも入力することができます。これが実際に撮影できた写真です。皮膚を使った帯電式入力に必要な器具は3つです。1つ目がタッチセンター S、 2つ目にピンタッチ電極、3つ目が iPad タッチャー。使用した器具とかかった費用はこんな感じです。3万円程度あれば全て揃えられます。次は視線入力です。視線入力を使ってスマブラをプレイしてみた動画です。パソコンの画面上にボタンを作りそこに視線を送ることによって入力される仕組みです。キャプチャーボードを使ってスイッチの映像をパソコンに映してます。コントローラーの遅延が少しあるのでそれを改善できるとよりいいですね。 USB コントローラーを使用すれば視線入力と併用が可能です。コントローラーでは横入力、視線入力では A ボタンを入力することで横スマッシュのコマンド入力もできます。視線入力の場合は器具とは別に3つのソフトが必要です。まずは器具から紹介します。1つ目が JVA14、 2つ目にトビーアイトラッカー5、 3つ目にタイタン1、4つ目に HDMI ケーブル。視線入力を併用して使いたい場合は5つ目の USB コントローラーが必要です。次にソフトを紹介します。1つ目にプロジェクトアイリス、このソフトのみ有料で39ユーロかかります。日本円で約5700円です。クレジットカードがないと購入が難しいです。2つ目に G-Tune、 3つ目がポッドプレイヤー。必要な器具
ソフト、かかった費用はこんな感じです。10万円あれば全て揃えられます。帯電式入力と地線入力、それぞれにかかった費用を聞いて皆さんは正直どう思いましたか？決して安い金額とは言えませんが、少しでもできることが増えるというのはとても嬉しいことです。これで紹介を終わります。この動画が少しでも誰かの役に立てたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。 YouTube に上がっとるってことか？いや、まだ上げてない。でも店用のために作って、まあ、上げようかなとも思ってます。なるほどね。すげえね。これ編集も自分でやったと？はい、自分で、パソコンでやったんですけど、自分、文字を打つのがあまり得意じゃないので、うん、まあ、音声入力を使ったり、うん、もちろん自分で手で打ったり、いろいろな自分なりの工夫をして、動画作ってます。まあ、いけそうだけどな、この分野で、はい、ネット使って。でも俺さ、まあ、俺って正直、まあ、いろんな仕事しとって、でも一番自分にとって何が大事かって時に、俺はやっぱ声やなっていうのを最近改めて思って、はい、俺喉枯れたら何もやれへんなって。もちろん全て大事なんやけど、俺はやっぱ声が一番大事だなと思って。今って時代的に声一つで影響力持っとる人もいっぱいあるし、また VTuber とかもそうやし、ゲーム実況でも顔出さずにやったりとかの人もおるし、どんな形でも成功できるような時代になったから、何者にでもまだなれそうやけどな、自分次第では。自分ちょっと、まあ、もしよければっていうのでお願いしたいことがあるんですけども、その自分はもう本当にヒカルさんが昔から大好きで、ヒカルさんのようになりたいって思って生きてきて、でそのためにこういろいろ勉強して、実際この編集っていうのもヒカルさんの動画見てるから動画編集しようって思うようになって、その実際自分にもそのトークが一番できるなって思って、本当に、ま、動画見て、もちろん見て楽しんでるし、もうなんか勉強になってるんですよ。なのでもしよければ、僕を雇っていただけないかなっていうのを思ってて、まあ実績もないですし、また今動画を見たぐらいでしか多分実力を見ることはできないんですけど、本当にやる気と熱意だけは誰も負けないと思ってるんで、もしよければお願いしたいです。何をやりたいこの会社で？まあ、もちろん動画編集でもいいですし、まあ、可能であれば、YouTube に出て、トークを磨きたいっていう、まあ、もちろんヒカルさんの動画なんで、そこはヒカルさんに決めていただいていいんですけど、僕としては、そういう風に YouTube に出たりとか、もちろん裏方で動画編集とか、そういうのをしたりするのもやってみたい。なるほどね、はい、今すぐこう雇うみたいなことを簡単に言えんねんけど、可能性の話で言うと、こうハンデを持った人もやっぱりこう社会で活躍できるっていうのは、まあ、理想的ではあるから、はい、まあ、そうなっていくべきだと思うし、はい、社会自体も。そうですね。だからなんかこう情で雇うってことは俺は正直したくなくて、はい、本当にこうマナト君の持ってるスキルとが見合ったことがあるなら、まあ、別に全然ありかなっていう。まああとは別に雇うって言っても、まあ、関わり方なんで別にバイトっていう関わり方もあるし、はい、例えば1日2時間だけとかで、まあ、時給で雇うっていうのも別にできると思うし、はい、まあ、そういう関わり方はね、それは、まあ、全然お互いに折り合いがつけば、まあ、ワンチャンかなと思う。なんか俺としてはなんかこうYouTube にこう一緒に出て俺のチャンネルでどうっていうのは、その何度も何度もっていうのは難しいと思うんです正直、はい、俺のスタイル的にもチャンネルある的にも。そうですね、そういうハンデを持って編集者がいるっていうこと、その事実がどっかに影響を与えるんじゃないかっていう可能性はあると思っとって、はい、そうですね。まあ多分今すぐここの場で、いいよとは言えないと思うんで、僕もそれは分かってます、ですごい簡単に言ったら関わりたい、って感じですね、もちろん今僕には実績も何もないので、多分関わっても僕にしかメリットはなくて、ヒカルさんのメリットっていうのはあまりないと思うんですけど、本当に今はやる気と熱意だけで言ってるんで、こういう機会をいただけたんで、
まあ、もしカルタが良ければ関わっていただきたいな、関わらせてほしい、そういう思いです。まあ、でもそれをなんかさ交渉してくれるのがおもろいな、まあ、俺からすると、うん、なんか普通そこまで言えへんと思うよ。そうですね、うん、でもなんか思ったより俺は会う前はすごい難病だと思うし、文章見た感じから卑屈な感じは全く伝わってこなかったんやけど、さすがにもうちょっと卑屈な感じなのかなと思ってたんやけど、なんか全くその感じがないから、それがただただすごいね。昔からこうだったんですよ割と、すごいプラス思考ポジティブですね、はい、なんかお母さん的にはどうなってほしいみたいなの、もう自由に来てほしいって感じなんですか、好きなことして。そうですね、でも国の制度がやっぱりついてこないっていうところもやっぱりありますよね、うん、どんな制度があれば逆にいいんですか。もう結局は何もこう人の介助なければ手も下手するとそのポジションに動かせなかったりとか姿勢を直したりとかいうのもあるから、24時間本当はヘルパーがついてくれれば何でもできると思うんですよ。だけどちょっとそれはなんか仕事にヘルパーをつけるっていう制度がそもそもないんですよ。あ、なるほど。仕事中にヘルパーをつけることがダメっていうのが大きなこう壁ですね。なるほど。要は仕事してるけどヘルパーをつけるのにまだお金がかかるからってことですね。いや、お金がっていうよりもそもそもつけられない。その会社の機密情報とかがあるじゃないですか。それは従業員以外の方が知るのがまずいっていうので、ね、ちょっと今は難しいっていう状態ですね。いや、じゃあ今やってる在宅ワークはどんなことやってるんですか。パソコンでタウンワークの仕事の起こしっていうか、なんかその紙のものをパソコン上に起こすっていう仕事をしてるんですけど、その時も今自分の母は仕事をしてて、うん、まあ自分の面倒を見ることができないので、うん、今その会社の方にこうヘルパーを特別にっていうか雇っていただいて、うん、それでなんとかこう今はできてる状態なんですけど、それもご飯の時の1時間だけで、うん、お母さん大体8時半頃に家を出てくるんですけど、うん、でヘルパーさんが来るのが12時、うん、その3時間じゃあ何かが起きたらどうするってなったら、うん、もう何もこうできないっていう怖さはあるし、実際に自分その地震速報っていうか警報が鳴ったことがあって、その時周りに誰もいなくて、その時にあ俺このまま死んじゃうかもしれんって思って、すごい怖いじゃないですか、何もできずにそのままなんかで死ぬっていうのは本当に怖くて、それが今現状なんですよ。多分この現状を知らない方って本当に多いと思うんですよ、で知ってもらうだけで何か意味あるかなと思って、で僕はそこでこういろいろ何かしてそういうものを変える、もしくは変える何かきっかけを作れればいいなっていうのを思ってます。なるほど。珍しい病気だからこそそういう制度がよく作られてないってことですよね。多分珍しい病気だからっていう概念じゃなくて、なんていうのかな、障害者全員にそれが当てはまらない、でも今の会社が本当にありがたいことに、その会社側が雇ってくれてることによってギリセーフというか、私たちが直接雇ってないんで、仕事と仕事の間にヘルパーを入れることがギリセーフみたいな感じですね。一日にどれぐらいの活動時間ってあるんですか。それはもう普通の人とあんま変わらない。普通の人と変わらないと思います。下手すると金曜日の夜と土曜日の夜はゲームがしたいということで夜中の3時までゲームしてるんですよ。だからあの DM にもその時間帯で気づいたんですよ、僕友達と電話してたんですよ、ゲームしながら、そしたら急に電話帰ってきて、えってなって。じゃあ真人君的には仕事とかもっとしたいの、いっぱい。そうですね、まあもちろん今の仕事もお金を稼げるし、もちろんその会社の方もヘルパーとか雇ってくれたり、いろいろな対策を取ってくれて、本当にすごくいい会社なんですけど、まあ、僕としてはもっとお金稼ぎたいし、じゃあ将来結婚するとかそういう風に考えるときに今の給料では不可能ですね。お金があればある程度のことをこう解決しやすくなりますもんね。なるほどね。僕ね、こうマナト君を知ったときに一人思い出した人がいて、まあこれ俺のプロ歴史って言われてる部分の情報商材っていうのをやってた時代に一人5体不満足の車椅子生活の人でめちゃくちゃ成功している人がいたんですよ当時。噂大輔っていうんですよ名前が。多分前さんも知ってる。あ、知ってます。その人は確かなんかテトラポットかどっかから
落ちて、なんか脊髄かなんか損傷して、体をなかなか動かしづらい状況になって、パソコンしか触れないみたいな、その人は。で、歩けないっていう、確か。詳しくは完璧には分かんないんですけど、そんな感じの人だったんですよ。その人は、それが確か十何歳かな。二十何歳の時にその事故が起きて、そこからそのパソコン一台で稼ごうって言って、めちゃくちゃ稼げるようになったみたいなって聞いて、やり方次第ではお金を稼ぐ方法って本当に無限にあるから、人生全然変えていくことできると思うな。喋るの上手いっていうのは今めちゃくちゃ強い武器になるから、今多分緊張してるから、まあ普段よりもちょっと弱いと思うけど、喋れるって最強やから、だからやり方次第では何とでもなるんやろうなと思う、うん、でやっぱ今実際その、まあ、制度がないっていうこともあって、うん、なかなか外に行くことが難しくて、その外へ行くためにも結局お金が必要なんですよ。自分で実費でやらなきゃいけないので、うん、そこはもう本当に今の給料じゃもうとてもじゃないけど払えなくて、うん、まあ、一つの例としてあげると、うん、1時間その移動支援っていうんですけど、うん、出るために外出するのに、まあ、大体5、6000円かかるんです。それをじゃあ5時間やろうと思ったら3万円かかるわけです、うん、それをじゃあ土曜日に、毎週土曜日にやろうと思ったら12万かかるんですよ。これってなかなかすごい額で、うん、普通の人じゃ絶対無理なの。そういう意味でもやっぱ自分はまだまだその経験できてない部分たくさんあって、俺がなんかコンサルするわけじゃないけど、俺が今可能性があるなと思うのって、まず1個はこうマナト君が本人としてこう発信力をつけていくっていう軸と、もう1個はほんまにこれすごいぶっちゃけるけど、俺はさっき言った障害者の人はあんまり人として扱ってもらえないっていう、はい、俺その側面ってめちゃくちゃ強いと思ってて、だからこそ VTuber になるとか別の人格で SNS みたいにやるっていう軸でいくのはめっちゃ強いかなと思ったんですよ。 VTuber なら障害っていうところが分からへんから、そうですね、多分だからそのハンデを消すことができる、でトーク一本で勝負できる、その世界においてはこのハンデがなくなったりするとか、まあ、あとはゲーム実況者とか、はい、その声だけでやってる人、配信者とかも、正直その障害を持ってる人っていうのを世間に伝えるっていうそのだけで、ある種差別的に見られたりするっていう部分を俺絶対的に綺麗事抜きであると思っとって、だからこそ二軸でいくのはありかなっていう、この障害のことを伝えたいっていう自分と、単純にお金を稼ぐために声と喋りを武器にしてやるっていうのはどっちもまあありかなっていう、時間があるなら挑戦できるなっていう。特に VTuber は今めちゃくちゃ時代的に来とって、正直俺ら YouTuber も結構負け取る人が多いぐらいすごい人気の人もおったりするし、だから全然ありな気がするな、そういう世界に。そうですね、うん、VTuber になるっていう考え方は自分にはなかったですね。いや、もちろんその身体的に障害を持った人が VTuber になったっていう例があるのかどうかも俺は分からんんだけど、はい、もしそれで成功したならそれってすごい希望にもなると思うし、そういうのも考えによっては全然ありなのかなっていう、はい、ふうに思ったりする。どこまでできるのか分からない、技術的に。そうですね、だって今なんてチャット GPT からなんて AI がなんかすごいみたいな言われとって、はい、技術が進んできとるからネットの、その自分が知ってる例だと、うん、まあ、自分の病気の方で東京に住んでる方がいるんですけど、うん、その方がロボットを使ってこう接客業をするっていうのがあって、うん、まあ、iPad とかなんか使って操作ができて、声だけはその自分で喋って、うん、それ以外の部分はそのiPad っていうコントローラーみたいなものを使ってこうやるっていうのがあって、それを見た時にこんな技術が今あるんだって思って、そういうのはやっぱりそもそも調べたりとかしなきゃわからないじゃないですか。自分はそういうのがもともと好きなんですよ、なんかいろいろなことをしてるとか、それは自分の武器だと思ってて、実際この視線入力、さっき動画で見せたと思うんですけど、これも本当にめっちゃくちゃ調べて、いろんな人に話聞いたり、実際にその会社の人にアポ取って、うん、もしよければそういうの作っていただけないでしょうかっていうのを言ったんですけど、うん、まあ、やっぱりなかなか難しい。しかもこれも需要が少ないからこそ高いってことですよね、やっぱどっちかって言ったら、はい、基本的にそういう技術って使う人が少ないからこそ高額っていう、どっちにしろお金が必要ってことですよね、はい、何やるにしても。そうです、でやっぱ両親共働き、はい、ってなってくるとやっぱもう時間的にあれですもんね、ないですもん、付きっきりになれないってことですよね。なれないです。実際にその自分が活動する時もやっぱり親とかの都合もあるので、やっぱり自分の時間なかなか確保しづらいんですよね。その中でやっぱこう自分でやれることを考えて今はやってるんですけど、まあ、そこの壁は正直あります。そこも多分お金があれば正直解決できる部分もたくさんあるんですよ。
だからまずはお金を稼いで自分のできることやれること増やして、うん、そこからが勝負だなって思ってた。確かにそこからやな。今だったらその SNS とかも普及して、うん、より稼ぎやすい時代にはなってると思うんで、その中でなんか自分に合うものを探して、うん、なんかできたらなとは思ってます。もうそれだったらだって最近俺がさアンバサダーだったゼノっていうアプリも、まあ、あれも稼ぎことが可能なアプリ。そうですね。そういうのが今増えてきとるから、うん、VTuber、V ライバーみたいなのもおるし、うん、その辺の何かしらで成功すれば可能性ありそうな気がするな、はい、でもなんかこうマインドがこうすごいこう成功する人の感じやから、まあ、言ってもまだ20とかだろ。はい、20です。うん、まあ、まだまだ若いもんな。仕事始めたのは18からなんですか。そうです、まあ大学に行きたいとも正直思ってない方がいたらあるんですけど、やっぱりその結局その自分の体のことが日常生活がこう誰かの協力が必要なのでやっぱり難しいんですよね。高校とかはどうしたんですか。高校は予防学校だったんで。ああ、なるほど、はい、大学にはそれがないってことか。そういうのはまあそうですね、まあ、いるにはいるんですけど、うん、高いってことか。とか自分と同じぐらい重たい人で行ってるっていうのは本当に珍しいです、ね、あんまりってことか、はい、まあ、もしくは親の協力でっていうんですけど、自分の場合は2人とも働いてるのでそれが現実的に難しい。今どれぐらい稼ぐの、その在宅ワークで。在宅ワーク今4時間働いてるんですけど、まあ月8万すごいな。最低賃金なんで。ああ、でもそれすごいっすね。すごい会社やな。そのめちゃくちゃ活かしやすね。その障害者の方が働ける会社ってか事業所で、就労継続支援 A 型と就労継続支援 B 型っていうものがあって、僕以前は B 型にで働いてたんですけど、B 型だと雇用契約を結ばないんですよ。なので最低賃金が保障されないんですよ。なので実際に同じ時間で働いても僕が実際にもらってた給料は本当6000円とか、同じ時間です。同じ4時間ぐらい働いても6000円しかもらえないっていう。で仕事内容も結構似てるんですよ。ほぼ同じようなことをしてその金額のとこもあるところ、はい、で僕はなんでそこに行ったかっていうと、それも結局自分の介護が、自分の日常生活が誰からの助けがないとできないっていうところで、全部その自分のやりたいことが全部それでできなくなるんですよ、うん、本当にそれは自分辛くて、やりたい思いはあって、うん、熱意もあってやってるのにその場所がないっていうのは本当に言葉で表せない、スタートラインに立てないんだよね、みんなと一緒に。複雑な気持ちがあって、でも僕はそこで諦めるんじゃなくて、もう自分で稼いで証明する、でいつかそれが現実になる、誰でもできるような、そういう社会を作りたくて、そのために今自分は頑張ってます。今の職場を見つけたのも奇跡的ってことですよね。そうですね、ちょっと紹介していただいて。なるほど、はい、そんなところたくさんないってことですね。どう？ないです。でヘルパーつけてもらったのもその事業所で初めてだって言われて、お願いして事情を説明して、やらせてもらってるんですけど、まあ、障害でも結局自分で排泄ができたり、ご飯が食べれたりっていう方もいるじゃないですか。あ、そうですね。足だけが悪いとか、でマルトの場合はやっぱり全部全解除なんですよ。だからそういう面では結構働くって結構リスクが大きくて、なかなか社会にこう一歩踏み出せないところですよね。どれぐらい稼げたら自分の中で最低ラインの、今8万だとするな、最低ラインは月50っすね。月50、まあ、目標っすね。でも自分のその経験を積む上で必要な金額っていうのは正直ちょっと分かんなくて、でもなんか目標って言えばいいんですかね、とりあえず月50っていうのを今目標にしてて、でもまあそれが今8万が16万とか20万に変わるだけでも全然違うところだもんね。はい、もちろん家族としてもめちゃくちゃ助かるとかですよね。そうですね。でもその少ない収入の中でも自分で携帯を払ったりとかはちゃんとしてます。ああ、なるほど、はい、ゲームとかも全部やってるんですよ、自分で。はい、自分で。そこはもう自分のこだわり。さっきの視線入力の9万円ぐらいかかりますっていうのも自分でちゃんと購入してたんで、ああ、すごいな、はい、やる気があるんやろな。そうです、自分がこうやりたいと思ったことがやれるまでやるっていうのが自分の一番の強み。だって50万稼いどうたなんて世の中に何でもできる人でも稼げへん金額だけど、でもまあ稼げるで、俺が言うのもないけど、俺の脳みそが今今のところに入れば
多分稼ぐはずやから、だから稼げると思うな。まあ人ごとやからこうやって言えるだけなんかもしれないけど、すごいこう現実的な話をしても俺は稼げると思うな。1000万でも稼げると思う、稼ごうと思えば、うん、金メダル取るとかって話ではないから、それは無理やと思う正直、うん、絶対的に今から野球選手になるとか 100% 無理ないけど、うん、俺でも無理やし、でもお金を稼ぐっていうことは無理ではないから、はい、まあ、これはこう無数の選択があって脳がちゃんと動いてて考えれる限りは全員稼ぐことができる、結論的に言うと、うん、だからいけると思う。ただそれはもちろん難しいけど、俺はマナト君にはないものが多い分別の部分が発達しとると思うな、普通の人よりもはるかに。それはメンタルの強さだったりとか、多分頭を使うことが人よりも何倍も多いはずだから、で頭が良くなったりとか喋りに特化したりとか、だからその強みを生かすことができればいけると思う。50万ってなるとでももう絶対に自営業やな、雇われていける金額ではないから、雇われながらある程度 の固定の金額をもらった上でプラス副業みたいな感じでやるのが一番や、うん、で今自分が一番、まあ、すぐできるっていうので考えたのが、うん、まあ、うん、今8万っていう稼いでるお金があって、うん、それを少しずつ貯めて、うん、投資とか、まあ、投資も確かにできるな、はい、で投資ってこう例えば FX とかですけど、もっとパソコンの携帯一つに来て、うん、そこまでこう難しい入力とかまで、本当にああいうのってデータっていうか、うん、まあ、頭やな、分析じゃないですか、うん、あれって本当に自分に合ってるなと思ったし、確かに僕好きなんですよ数字が、うん、何かをこう研究する分析するのが本当に好きで、もうこれだなって自分思って、天才投資家になるかもしれんもんな、はい、その可能性は全然ゼロじゃないわな、はい、だってそのことだけ考えるわけやもんな。だから本当はそのそういうのにもうめちゃくちゃ特化したいんですけど、うん、やっぱりそう今の会社があるからこそ生活ができているっていうのが正直なんで、そこはどうしても削れないと、うん、なってくると、まあ、自分の活動時間も含めるとそんなに多くはないっていうのが現状で。文字の入力はどれぐらいスピードできるの？携帯だったら、携帯とパソコンどっちが速い？携帯が軽い。携帯だったら正直健常者の方と変わらないかちょっと遅いぐらいだと思います。可動域がちっちゃいからその分動かさなくてもフェイク入力できるってこと、はい、じゃあ例えば YouTube のテロップ入れるのは難しくない？そうですね、難しくはね、単純に体力勝負っていうところですね。でも体力は実際に自分ずっとゲームやったんである程度手の筋力っていうか体力はあると思って、実際この編集も1日10時間とかぶっつけちゃったんで、なので体力面ではもちろんこの体のこともあるので限界あると思うんですけど、できなくはないなっていう。でそこの今働いたところは別に兼業終わりなんですか？どうなの、副業 OK？ 多分普通は大体 OK ですもんね、ネットだったら迷惑にならない。それが4時間やもんな。そうです、ね、まず何時間ぐらい仕事をしたいというかできるもんな、まあ、自分の無理しない範囲、まあ、実際正直言ってしまうとやってみないと分かんないというのはあれなんですけど、8時間プラスで、いやトータルで8時間、また残り4時間だったらまあ全然続けるそうみたいな、はい、まあ、実際10時間の時も、まあ、疲れてはいるんですけど3日間ですけど続けれたんで、いろいろ工夫すればそのぐらいもできるのかなっていう感じなんですけど、まあ、それがずっとってなるとちょっと、うん、まあ、しんどい、難しいかも。だから短期だからそのね10時間ってことが可能だった、ね、ゲームとかだったら逆にも何十何時間でもできるんですけど、うん、自分の中でゲームとそれっていうのは違くて、やってみないと分かんないっていうのが正直だと思います。うん、それ休みはどれぐらいあるんですか？週休2日、うん、土日休みです。すごいな、それでそんだけ給料があるってすごいな。4時間で最低賃金986個、その場所結構でかい会社なんですか？割と何個かその事業所何個か持ってて、とてつもないすごい会社、ホワイト企業ですね。はい、やばいな。なので本当にありがたい、見つけたのももちろんすごい運だなと思うし、確かにその会社でもいろいろよくしてもらってるんで、もしお試しでそのテロップ、もう俺らの編集って正直テロップつけるだけやから基本特別難しい編集はいらんないけど、まあ、それをやりたいのであれば、まあ、YouTube で出てるあの感じの編集のあれをマスターできるなら、まあ、ありなんやけど、まあ、でもあれ携帯でやってないの俺ら、パソコンなんかで、パソコンして、でもこのさっき見てた動画も、もうパソコンでやってるんで携帯とこうなんで両立っていうんですか、こう携帯でやったものをパソコンに持っていけるの？できなくはないですけど、まあ使ってるソフトにもありますね。ギャルさんが使ってる編集ソフトってプレミアムプロです。まあ、やってもらわないとパソコンぐらい支給するけどな。一応 Windows のパソコン持ってて、でもちょっと動画編集が遅いところか、ちょっとまあできなくないですけど、たまにこう重たくなるっていうのが、まあでも携帯で編集する人おるからな YouTube で。それで言ったらま
まああるやな、今間に合ってないって何ポケカーやったら別に携帯で勝手に1本丸ごと編集してもらっても別にいいけどな。そしたらそのポケカー今編集しとこうちょっとメインに振ったりできるし、そんなめちゃくちゃ大金を渡せることはないんやけど、他にも雇っとる人がおるから、なんかそこと別の扱いをするっていうのがちょっと難しいっていうか、だから普通の編集者として一回、まあ、お試しでやってみて、それでいけそうならバイトみたいな感じでは雇えると思う。時間的に言うと何分ぐらいなの？4時間とどれぐらい？テロップで言うと8分とかじゃない、普通の人で8分間分のテロップを入れるぐらい、それがどれぐらいできるのかっていうのを一回試してみて、できそうで無理なく続けれるなら続けてもらうっていうのはあるかもしれない。ぜひそういう機会いただけるのをお願いしたいです、うん、でもなんか俺的になんかこう基本的に欠陥がある人っていうのは世界の天才でもターンページ見た瞬間に全ての住所を記憶できる人とかって世の中におるんやけど、そういう人って基本サバン症候群っていう若干病気らしいので、俺も多分若干精神的ななんか ADHD か分からないけどそっち系の病気だと思うし、基本欠落があると思っとって、マナト君は明らかに不自由なわけやん、体が、まあ、それを欠落って言ったら欠落があるわけやん、人と比べてもはるかに欠落したわけやん、だからこそ何かに確実に特化しておる気がするんだ。やってないから今できてないだけで、ほんまいつかなんかこう投資とかに目覚めてやり込んだ時にもしかしたら化けるかもなっていう、なんか一応そんな気はちょっとしたいの。まあ、分からんけど、投資ってそんなめちゃくちゃ難しい世界だから、まあ、何でも失敗してなると思うけど、少額からでもいいからやり続けていつかそれでいけるようになるかもしれないな。その未来を、未来への投資という意味も込めて俺も関わってもいいかなと思った。僕自身そのさっき言ってたんですけど、上手っていうのは本当に考えてなくて、もう本当にヒカルさんと自分、うん、両方メリットあってこそ成立するものだと思ってるんで、いやでもなんか普通に編集も別にテロップが普通に打てるのあれば別に他の人雇うのと何にも変わらんから、まあ、そこに関しては何も問題ないかなっていう、はい、まあ、あとプラスアルファでなんかちょっともしかしたら化けるタイプやなと思うんだ。普通じゃない境遇に生まれて普通じゃない経験をしたからこそ普通じゃない何かを手に入れるっていう、俺は世の中等価交換やと思っとるから何かを手に入れると思うんだ、諦めへんかったら。あとはどんだけしつこいかやからさ、成功するまでやったらさもう成功するわけやん、はい、投資もみんなやるけどみんななんとなく楽して稼げそうだからやるわけで、本気で投資で生きようと思ってやる人なんて多分 1% もらへんと思うから、まあ他にもまあいろんな選択肢あると思うけど、まあまだ若いし一回お試しでやるのはありやな。お願いしたいぜひ、うん、思った以上できひんかったらちょっとまた考えるっていう感じで、お母さん的にそれは全然大丈夫やん。全然大丈夫です。まあやることあった方がいいやろ普通に、はい、まあ、しかも俺の動画見ながらテロップ打つわけやから普通の仕事より楽しいかもしれないしな。関われてるっていうことがもうマラソンの中でもうものすごい嬉しいことだから。正直この動画編集10時間やったんですけど、うん、本当に楽しくて、自分のなんかやりたいことっていうんですかね、まあ、できることがこう、うん、どんどん上達していく、うん、その感覚が僕一番好きで、実際ゲームを僕本当にちっちゃい頃からやっててずっとやってるんですよ。それはなんでかって言ったらゲームは上達するんですよ、うん、やればやるほど上手くなるし、それが好きでゲームやってるんで、それが仕事になったら多分もっと何倍もモチベーションが出るっていうのは自分でも自分のことなんで分かるんですよ。だからもう本当にとにかく、もちろん体は大事なんで自分で考えたりするんですけど、やる気だけは本当に誰にも負けない、これは本当に自分で断言できます、うん、まあ、継続力あるのは知っとるしな、 DM そんなに送ってくるってよっぽどのことやからな。それもそんなやつ見たことないもん。だって俺たまにヒカルさんに毎日これから DM 送りますっていうやつは過去にいっぱいおったんやけど続かんへんな、全員30日以上続いたやつ見たことないもん。最後2行とかなるやんほんまに。えでもほんまそうや、普通ほんまにそうやん、うん、そう異常なんやつ。しかも俺に会えるって決まってからも恐ろしい長文やったから、ね、だからそれって、まあ、ある種異常なわけよ、まあ、せっかく出会ったしテロップの仕事ができるなら、まあ、ありかなっていう、まあ、俺にとっては未来につながるわ、はい、役に立てよ俺の、はい、もちろん任せてください。まあそれが大事だからね結局ね、はい、でもいい感じでできるかな。ハンデを持ってる人を雇うっていう経験をしたことがないから、それはそれで俺の中で刺激になるというか、逆に言えばマナト君ができてることを他の編集者ができてなかったら、え、なんなんてなれるからな、こっちもで、お前今サボっとったんやなってことが判明したりするしな、まあ、今回それで明らかになるからな。まあ逆に葉っぱかけれますね他のやつらに対して。企画も結構作れそうですけどね、ヒカル君のチャンネルよく見てるし、うん、そうですね、まあ、ずっと8年間見てきてファンの人がどういう動画を求めてるかっていうのは よく考えてるんですよ。最近このチャンネルの更新変えたじゃないですか、うんうん、あれもって納得しました。ファンだからこそ分かるっていうか、企画とかもまあもしなんか
機会をもらえるんであれば考えたりもできます、うん、まあ、企画はなんか適当に思いついた時に送ってきてくれれば、うん、ほんまにそれがなんかいいなと思うんやったら、まあ、どんどん採用していくと思うし、まあ、最近俺読んないな、天才投資家がちらっと出てくる漫画を全く騙せたけど、その子をもう病気で体が動かない子で、設定がでも投資においては天才的でっていう子がおってんの。だから、まあ、やったことないと思うけど、まあ、いつかそうなってもおかしくないよな。普通のやつよりはなんか上達しそうやん。特化したわけやから、明らかに。やれることが少ない分、普通の人がこんだけのことやるとしても、多分丸田君はこれだけのことしかできひんわけで、そうですね。だからこそ、ここに対して特化するみたいな、そういう話ってよくあることやから、じゃあまあ、雇ってみるわ。うん、ま、前向きに。MacBook は俺ら余っとんかな、今。まあ、買えば。まあ、買えばいいかな、はい、別に。あとはこう、お母さんとかと。はい、俺らの会社のマネージャーの人とかをやり取りして、まあ、ちゃんと契約して交わして、まあ、動画の素材自体は、まあ、もうパソコンでパッてやり取りしてパッてやるだけやから、はい、まあ、そこの、ま、だけマスターして、多分編集も何日までにみたいな期限があるから、そうですね、そう、まあ、でもそんな別に今日までにとかっていうのはないから、まあ、結構、まあ、いつでもできる仕事やから、はい、編集をだからその分で楽かもな、はい、自分の気が向いた時にやればいいから、そうですね、なんかこの時間からこの時間までに絶対しないといけないっていうタイプではないから、自分の一日の気が向いた時間に、まあ、2時間やって休んで夜2時間やるとかでもできるから、はい、まあ、そこはもうみんなバラバラにやっとうから、その投資とか編集に目をつけた理由もそこですね。活動時間が決まってないっていう、あ、確かにな、自分で決めれるんですよ、うん、だからいいね。じゃ会社だとやっぱりそういう決まった時間があってっていうのは、ね、うん、まあ、それが難しいもんね、はい、その時点で僕は会社に勤めて自分の夢を叶えるのは無理だなって思いました。だから実際こう投資の勉強したり、うん、そういう活動時間に制限のないものを選ぼうと思って、まあ、今は投資の勉強をずっとしてて、うん、まあ、もう少ししたら実際にやってみようかなって今は思ってます、うん、イテオンクラスでもあるよな、確か主人公が天才投資家に目つけてな、その天才投資家いじめられっ子で、確かな主人公が助けるよな、うん、助けてそいつがすごい金額稼ぎ出せんな。だから今から投資勉強してもらって 100% 勝てるとこまで行って、俺がその大金を預けて勝つという未来、そこにかけよう一旦。そのゼロでね、確かにそこまでかけるわ、うん、まあ一回とりあえず自分で金稼いで、うん、余分に稼いだお金を一回自分投資してみて、もうおそらく最初は痛い目見ると多分負けるはず、普通は。そうですね、負けて学んでほんまに勝てると、勝ち方見つけましたってなったら、そう教えてくれ俺に。わかりました。そしたら俺がそこに投資するわ、うん、そっちの方が信用できるしな。ですね、ナチュラルにすごいやつになったってことやからな、うん、それは。そしたら俺からしてもな、プラスしかないわけやん。元金はもうこっちは何もでも用意できるわけやから、うん、そこまで込みで雇うわ、うん、その未来も込みでな。基本的に俺らの会社自由やから、何でも別に適当にちゃんとそのテロップさえ入れてくれれば、はい、もしポケカのテロップ一番簡単やん、多分。まあ一番やりやすいよ。さっき画像差し込んでたから、画像差し込んでポケモンのカード引っ張ってくるとかもできるところだから、できるよ多分。そうですね、うん、この動画ではないんですけど一応パソコンにあるんですよ、うん、ヒカルさんのもうほぼ昔ポケカって動画編集だったじゃないですか、うん、その動画を、まあ、自分で画面動かして編集したらダメやん。はい、すごいそれ。まあでもめちゃくちゃ最初にやったんで、うん、もう時間もかかったし下手くそだしなんですけど、今はもっと上手くなってるんで、うん、でもまあ結局さ、さっき衰えていくのを止めるみたいなの言っとったやん。気持ち次第で逆に良くなる可能性もあるもんな。そうですね、分からんけどさ、はい、俺と関わって良くなるかもしれんわけやん、はい、未来は分からんしな、はい、まあ、だから俺にとってもこう一つのなんかこう今日何かが生まれた日ではあるから、こんな展開になると思ってなかったけど、俺は正直もう雇ってほしいって言われると思ってなかったから、うん、でも なんかいけるなって気がしたな、直感的に。まあそれでやるかじゃん。やろう、これで。まあしかも面白そうやん。そっちの方が俺の心の曲がるやろ。でも社会貢献でしょ、国見とけよこれ、うん、こういうの取り上げろヤフーニュースも、うん、こういう時に俺は取り上げへんからねヤフーニュース絶対的に。いやでもまあそういう会社が増えていけばまあいいっすよね。でも今パソコン作業でハンデ持っててもっていうのをやってる人いっぱいおりそうやけどな。ただ出会いがないだけで、マッチングせへんだけで、うん、そういうの一人。自分が住んでる時田舎なんで、うん、やっぱ東京とかに比べたらそういう、まあ、制度もそうですし、会社ももちろん少ないんで、うん、そういうのをもっとなんかできたらいいなっていうのは思ってます。確かにこの動画がどれぐらい伸びるか分からんし、拡散されるか分からんけど、広まれば広まるほどそういうことをしようって思う会社の社長ももしかしたら増えるかもしれんしっていうことなんで、できる限りたくさんの方がねこれ拡散とかしてもらえたらなと、自分の SNS とかでねこの動画貼ったりとかして広めてもらえたらなと思います。お願いします。はい、というわけで今回は僕のファンを8年ぐらい続けてこう難病と戦ってきたと会うという動画でした。まあ、まさかの展開でね、まあ、今後だから雇うことになるんで、もしかしたら今後僕の YouTube の中話の中でちょくちょく出てくるかもしれないですね。もしかしたらまたこう動画に出演してもらうこともあるかもしれないし、それはちょっと分かんないんですけど、まだ
可能性の話としては。でいつか本当にまあ天才投資家になってるっていう可能性も、まあそれはほんの最上級ね系ね、それはもう。そうですね。まあ、一応でもそういう作品を何回か読んだり見てきとうからあるわけよ、ほんまにこのパターン。どこかが劣っとう人、どこかが優れとうから、これ 100% やから。だから目が見えへん人、耳めっちゃいいから、それと一緒やん絶対。だから確実に脳がいいから、普通の人よりも 100% 使ったわけだから、だからそこにかける価値があるっていう、情とか抜きで。だってそういうもんやから、まあそこに僕はかけます。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。一応まあ最後にこう一応プレゼントじゃないけどなんか持ってきとって、はい、まあ、ゲーム好きっていうことで、まあ、スイッチが家にめちゃくちゃ余っとってなんかあのプレゼント企画で買った時に情報送ってこない人がいて当選したのに余ってたんですよ。でこれ家で何にも使わないんで、まずスイッチプレゼントと、ありがとうございます、スイッチプレゼントと、こっちのと、はい、あとはまあ普通に僕が着てるビザードの服の、はい、まあ、新しいやつ一着これプレゼント、ありがとうございます。うん、斉藤直樹さんの絵の、あ、これまた送ろうか、これまだ発売してないじゃん。そうなんですか。そう、これまだないやん、家な、ね、うん、まあ、これもじゃあ送るわ、ありがとうございます、うん、めっちゃ嬉しいです、うん、これが普通に雇うわけやからな、まあ、別にそれぐらい全然猫おるやん、もうはい、猫いる、猫にすら気づかなかったわ、全然大人すぎず一回も気づかなかったマジで。いやでも会えてよかったな、会えてよかったわ、うん、ほんまに、あの奇跡やわ正直。深夜2時にたまたまあれ見てなかったら多分埋もれとって、多分もうまたただのこう日記送ってくるやつでしかなかったの。だからそれも見とったのすごいやん、その全然ほんまに奇跡、ほんまに目を通しとったわけやもんな。でも一番上だったやん、その見た時に開いた時に、だから見たまたまそう見たのでしか、めっちゃ長かったから、あいつものやつをなんか送ってきとるなっていうところから入ったやん、もうへー、それほんまにたまたまそこでなったから、もうびっくりしたよな、それはな、奇跡や。まさかこうこれからも関わることになるとはほんまに思ってなかったな、うん、それはそれでちょっとめっちゃおもろいけどな、自分も思ってなかったです、うん、正直言うんっていうのは決めてたんですけど、うん、ダメ元だよね、ダメ元でした正直、うん、でも俺らに勇気を与えるで、あ俺らもっと頑張ろうってなるよな、普通に考えてさ、ただまっすぐに生きるだけで人に勇気を与えれる存在ってことで、人よりハンデを背負ってる分、うん、普通に生きてることが俺らからするとすごいになるわけやから、だから俺は今日会って、まあ、もっとやろうって思ったの。でもその気持ちってやっぱ人ってこう薄れていったり忘れていったりするから、でも雇っとけば忘れんもんなって考えたら、しっかり安いもんやろ、そんな払う給料なんて、これがやる気になったらな、まあ全然そっちの方がはるかに稼げるからな、うん、で俺にもメリットしかないから、だから俺は俺のために雇うから、それはなんかこう全然情とかではないから、はい、まあ、そんな感じですね。すいません長々とありがとうございました。ありがとうございます。でもしんどいよさすがに1時間とかな、こうカメラでやっとったらな。そうですね、ちょっとだいぶ緊張解けていったんですけど、うん、やっぱりまだ緊張してます。まあそりゃそうだな、はい、俺らはもう帰るからゆっくり、まあ、休んでもらって今日振り返ってもらって、うん、連絡先だけ、まあ、交換しようと思うから、そっから一回お母さんとこう仕事の話してもらって、東京着いてからパソコン買って、まあ、それを郵送するから、まあ、そっから作業スタートみたいな感じで、まあ今月か来月ぐらい、まあ来月とかからでもいいけど、別に今月は MacBook で練習してもらって来月から正式にスタートみたいな感じがいいかな、うん、お願いします。じゃあよろしく、これからはいよろしくお願いします、うん、ありがとう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、締めだろう、はい、もう一枚、はい、チーズ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。マジでめちゃくちゃね、考えさせられる1時間ぐらいだったなと思いますね、この日は。まああってよかったな、ここの底から。まさかこう今後もこう雇って関わっていく形になると思ってなかったけど、でもなんか俺はこの選択に対して後悔もないし、間違ってもないと思うし、俺にとってもプラスの出会いだったと思うな。で帰り際にね、こうマナト君自身が稼いだお金で買ったっていう手土産をいただきました。すごいよな、自分で稼いだお金で全部生活しようって、その自分が欲しいものに関しては、そこに対してこだわり持ってやっとるっていうのもすごくない？だってさ、何のハンデも背負ってないのに毎月8万円稼げてん人もいっぱいおるわけや、そこでやばいよな、あの子にはめちゃくちゃ俺未来があると思う。向上心もすごいやん。あ、そう、こだわりも強いやろうし、ああいう子ほんまに一つのことに没頭した時とてつもない才能発揮するから、俺が冗談のようにとった投資の話とかも、あながちあれ冗談でもないで、うん、ワンチャンあるからね、ああいうことほんまに、その可能性を秘めてますね、金の卵ですよ本当に、そう感じましたね。ちなみになんか余談なんですけど、まあ、サインを2枚書いたんですよ。1枚はマナト君にって書いたんですけど、もう1枚がなんかおばあちゃんが70歳ぐらいらしいんですけど、マナト君が俺のことが好きすぎるっていう情報を聞いたおばあちゃんが俺のことを見るようになったらしくて、毎回高評価ボタンを押してくれてるらしいです嬉しいな、うん、この動画もおばあちゃんからグッドボタンを押してくれるって、でもおばあちゃん嬉しすぎてグッドボタン
二回押してもらうかもなくなる？で、なくなってもらうかもしれない一回で大丈夫なんで嬉しくても二回押さないようにねまあコメントしとってください、逆に今回はおばあちゃんですっていうまあそういうの待ってます。俺最近ね、なんか体調崩すことが多かったりとか、とあることでちょっと病院行っていろいろ検査したりとかあって、あ、だるいなーとか、運悪いとか思ってたんですけど、全然大したことないな。いや、俺ら全員に対して言えるよな。間違いない、間違いない。ここの底からな、この気持ちをね、まあ今だけじゃなくてほんまずっと持ってたら最強なんやけど、まあもちろんちょっとずつ押していくから。で、今こういう気持ちにさせてくれたことが本当にでかいですね。もっともっといろんなこと頑張りたいなって思いました。あとやっぱ YouTuber すごいなと。YouTuber なんてよかったわ。俺もネットじゃね、日本一嫌われてる YouTuber みたいな感じで取り上げられたりもしますし、今でもネットにはアンチがいっぱいおるけど、でもやっぱちゃんと見てくれる人は見てくれる人で、俺のファンになってくれて支持してくれるんで、そういうところが消えない限りはずっとこういう活動を続けていって、こう誰かの希望になったりとか、誰かの暇つぶしになったりとか、そういう存在になれたら俺自身もそれが幸せなのかなと思うん で、今後もね YouTube 活動頑張りたいなと思います。よし、じゃあ今日もいいことしすぎたし、これを Yahoo ニュースがどう取り上げてくれて、俺のアンチがどう反応してくれるのか、お手並み拝見と行こうかなお前ら俺がな、微妙な時はごちゃごちゃ言うかもしれんけど、俺がちょっとで見事した時は同じように反応しろよ、うん、そこで黙るってことは聞きすぎてるってことかなあいつら何かあるたびに聞いてる聞いてるとか言ってくるけど、言ってくるけどな、うん、今回はお前らボディに来すぎたかもうちょっと鍛えた方がいいんじゃないかメンタルをな帰ろう、4時間かけて帰ろう。この動画は撮影日から3日後に撮ってます。撮影日当日はいろんな感情が入り混じり放心状態でしたが、自分の思いを伝えることができてよかったです。ヒカルさんに出会ったのは本当にたまたまで、自分の好きなゲームをやっていたからです。この出会いは僕にとって本当に大きなきっかけでした。実写チャンネルが始まってからはほぼ全ての動画を見ています。ツイキャスもアーカイブに残っているものは全部聞いてます。そのぐらい僕はヒカルさんが大好きで尊敬しています。僕にとってヒカルさんは人生を変えてくれた特別な方です。そんな方と関わることができて言葉に表現できないぐらい嬉しいです。どんなハンデがあっても夢を叶えられることを僕は証明したいです。そのために SNS 活動を始めようと思います。このような機会を作ってくださったヒカルさんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。